晩ご飯を買うためとはいえ、やっぱり夜の街を歩くのは危険だねって磯川美坂は改めて思ってみたり。ああ、さっき絡んできた雑魚どものこと言ってんのか。うん、でもあなたはみんなあっさり倒してたねって磯川美坂は思い出して感心してみたり、本当に強いんだねって磯川美坂は再認識してみる。当たり前だろうが、腐っても学園都市最強のレベル5だぞ。つっても本当に廃人コース一歩手前まで腐っちまってるけどね。最強にしては料理ができないっていう愛嬌があるよねって磯川美坂は意気を申し立ててみたり。できないんじゃねえ、しねえだけだ。ふーん、じゃあ確かめたいなって磯川美坂は挑発的な発言をしてみたり。ああ、何が言いてんだお前。コンビニのご飯ばかりじゃなくて手作りのお料理を食べてみたいなって磯川美坂は伝えてみたり。ふん、バカなこと言ってんじゃねえ、今日もコンビニ弁当だよ。どうしてもダメって磯川美坂は不服を言ってみたり。そんなにコンビニ弁当が食いたくねえなら今晩は勝手に飯抜いてる。ああ、待って、一人でコンビニに入ろうとしないでって磯川美坂は焦りながらついて行ってみたり。ったく、買い物が終わるまでギャーギャー大騒ぎしやがって。晩ご飯抜きにならなくてよかったって磯川美坂は安心してみたり。今日は新しいお弁当も売っていたしついてたねって磯川美坂はつい新商品に釣られてみたり。食ったらね、コンビニもファミレスと似たようなもんだよ、どれ食っても大して変わんねえや。そもそもご飯で一番大事なのは味じゃないかもって磯川美坂は考え方の違いを指摘してみたり。どういう意味だ。誰かと一緒に食べるとご飯は美味しくなるんだよって磯川美坂は自信を持って答えてみる。生きる上で欠かせないご飯の時間を共有できる人がいることが大事なのって磯川美坂は言ってみたり。だから美坂と一緒にご飯を食べられることを喜んでほしいなって磯川美坂は思ってみたり。ああ、そうかよ。なんだか冷たくないって磯川美坂はちょっと不満に思ってみたり。俺にいい反応なんて求めることが間違いなんだよ。って磯川美坂は不満を募らせてみたり。あ、お、考えを改める気になったって磯川美坂は寛容なところを披露する準備をしてみたり。ちげえよ、コーヒー買い忘れたの思い出しただけだよ。はあ、あなたはそういう人だったねって磯川美坂は達観したように遠い目をしてみたり。何悟ったような面してんだお前。そんなことよりどっかに自販機あったか。帰り道に自販機はどこにもないよって磯川美坂は親切に教えてみたり。少し外れた道にならあるから美坂が買ってきてあげるよって磯川美坂は提案してみたり。そうかい、じゃあ頼むわ。500円玉やるから余った金で自分の分でも買っとけ。うん、任せてって磯川美坂は胸を張ってみたり。あなたはそこの公園のベンチに腰掛けててって磯川美坂は自販機に向けて駆け出してみる。お待たせー、コーヒー買ってきたよって磯川美坂は戻ってきたことを報告してみる。右手と左手どっちのコーヒーがいいって磯川美坂は究極の選択を迫ってみたり。なんでそりゃ、どっちも同じじゃねえか、右手のをよこせ。はい、どうぞって磯川美坂は満面の笑みで渡してみたり。つうか、もう一つはどうすんだ、間違えて二つ買ってきちまったか。これは美坂の分だよって磯川美坂は左手のコーヒーを飲もうとしてみたり。見たことねえが、コーヒー飲めんのかお前。もちろん、一気に飲み干しちゃうよって磯川美坂はコーヒーを掲げてみたり。何これ、苦い。
何やってんだお前、やっぱり飲めねえんだろ。想定の 23.4 倍は苦かった。って三坂は三坂を大人の味に愕然としてみたり、苦くて飲みきれない。って三坂は三坂は自分の限界を感じてみたり。ちっ、もう飲まねえならよこせ。ああ、大丈夫。選んだのは三坂なんだから自分でなんとかできるもん。って三坂は三坂は最後まで責任を取ってみる。ほら飲み切ったでしょ。お口の中苦い。なあお前、なんで急にコーヒーなんて飲もうと思ったんだ。ね、あなたと一緒が良かったの。あなたと同じものを食べて同じものを飲んでみたかったの。そうすれば一緒に別々のものを口にするよりもっと美味しくなるかなって。三坂は三坂は試してみたり。ちっ、クソガキが。おい、もう一遍買いに行ってこい。え、なんでそんなにたくさん飲むの。って三坂は三坂は首をかしげてみたり。今日はこれの気分じゃねえんだよ。いいから別のものを買ってこい。それってもしかして三坂のため。あなたはツンデレさんだね。って三坂は三坂は再評価してみたり。ああ、冗談だってば。って三坂は三坂は本気っぽい怒りにたじろいでみたり。じゃあ今度は甘いの2つ買ってくるね。って三坂は三坂はもう一度確